フィル・ギャンベルは、ウェールズ出身のロックミュージシャン、ギタリスト、ソングライター。英国のロックバンド、モーターヘッドのギタリストとして、2015年にバンドが消滅するまでの約30年間在籍した。以降は、息子たちと共に、新グループを立ち上げ活動している。ウェールズ南部のポンティプリット出身。10歳でギターを始める。ジミ・ヘンドリックス、トニー・アイ・ウォミ。 ジミー・ページ、ヤンア・アッカーマン、マイケル・シェンカー、トッド・ラングレン等の影響を受ける。12歳の時、ホーク・ウィンドのライブを見た際に、レミーのサインをもらう。13歳にして、セミプロとして、キャバレーバンドなどで演奏を開始。その後、バブロックバンド、ロクトプスの一員として、本格的なプロ活動をスタートし、サウスウェールズ地域を中心に活動する。百七十九年、 ヘビメタルバンド、ペルシャン・リスクを結成。コーリング・フォー・ユー、ライディング・ハイなどを発表した。晩年のレミーと1984年初頭、ブライアン・ロバートソン脱退に伴い行われた、モーターヘッドのギタリスト募集オーディションに参加。ワーゼルことマイケル・バーストンと共に、最終選考に残った。レミーは当初、従来のトリオ編成を継承すべく、一人だけを採用するつもりであったが、 ワーゼルとキャンベルのコンビネーションを聞いて、両方をグループに迎える決断をした。同年2月、モーターヘッドのメンバーとして、テレビシリーズ、ヤングワンのサウンドトラック制作に参加。続いて9月15日には、コンピレーションアルバム、ノーリモースをリリース。1995年には、ワーゼルが脱退して、トリオ編成に戻り、キャンベルが一人でギターを担当している。以降、 レミーが亡くなりバンド活動が終了した2015年末まで、勤めた。以降は、3人の息子たちとロックバンド、フィル・キャンベル、S ・オールスターバンド結成し、EP を制作。その後、フィル・キャンベルザ・バスタード・サンズと改名し、2018年に、デビューアルバム、ザ・エイジ・オブ・アブ・ドゥ・デティを発表した。そして2019年10月には、自身初となる、ソロアルバム、 オールドライオンズスティルロアをリリースしている。モーターヘッド時代から、フランスのラグ製エクスプローラー、ドイツのフラマス製、米国のギブソン・デスポール、日本のキャバリソン製などを使用。ブライアン・ムーア製のカスタムギターや、変形型のミナリーク・インフェルノも扱ったことがある。近年は、スイスのレディッシュ製を使用している。その他にもパーカー、クレーマー、ESP、PRS 等を所有。 アンプは、マーシャルを使用。スタジオでは、ライン6、イングル、ラボーガなどのアンプも使用する。フィル・キャンベルと3人の息子を中心に、2016年に発足。消滅した、モーターヘッドの音楽性を受け継いでいる。2020年5月時点、ソロアルバムフィル、キャンベルザ・バスタード・サンズ・ペルシャン・ディスク・モーターヘッド、モーターヘッドとしての作品は、項目先を参照。 ありがとうございます。